まもなくセミナー開始の時刻となります。携帯電話等音の出るものはマナーモードにしていただくか電源をお切りくださいますようよろしくお願いいたします。また写真動画の撮影は禁止とさせていただいております。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。開会の辞、公益社団法人日本青年会議所総務グループ JC ブランディング会議副議長渡辺康介君。はい。ただいまより公益社団法人日本青年会議所2018年度京都会議 JC ブランディングセミナー未来の価値ある組織運営に向けてを開会いたします。本日司会進行を務めます公益社団法人日本青年会議所総務グループ JC ブランディング会議総括幹事の小田康久と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに本セミナーの趣旨説明を JC ブランディング会議副議長岡野智弘君よりご説明させていただきます。岡野副議長よろしくお願いいたします。はい。公益社団法人日本青年会議所 JC ブランディング会議副議長岡野です。我々は日々明るい豊かな社会の実現に向け運動を展開しております。その運動をより効果的に市民一人一人に伝えるため我々青年会議所の価値向上が必要であります。その手法を皆さんに学んでいただく一人一人が身につけロムに持ち帰り活躍していただくというふうなため株式会社青年会議谷口優様をお招きし60年の実績のある企業団体のブランディング構築を交えお話ししていただきます。10年100年先のブランディング価値ロムに持ち帰り青年会議所の価値というふうなものを高めていただければと思います。本日は一日よろしくお願いいたします。岡野副議長ありがとうございました。それでは早速ですが JC ブランディングセミナーを始めさせていただきます。講師の谷口様がご入場されます。皆様盛大な拍手をお願いいたします。ここで本日の講師谷口優様のご紹介をさせていただきます。谷口様は2000年株式会社青年会議へ入社され月刊青年会議編集部所属2007年10月より月刊青年会議編集長に就任され雑誌事業やウェブメディアアドバータイムズなど編集部門全体を統括2014年には日本におけるマーケティング活動の進化発展への貢献を目指す組織とし社内にマーケティング
マーケティング研究室を設立され、室長に就任。同年11月には機関100万社のマーケティング創刊、2015年からは青年会議編集長と兼務されております。谷口様には60年という歴史を持つ株式会社青年会議での実績をもとに、広報の大切さやその広報術をお話しいただきます。それでは谷口様、よろしくお願いいたします。本日は貴重な機会をいただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様、各地域の経済並びにも地域の社会、そして日本の経済社会を牽引していらっしゃる方々というふうに認識しておりますので、そういった方々の前でご講演の機会をいただくというのは大変緊張しておるんですが、精一杯私なりにお話しできることをお話しできればと思いますので、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ちょっとここから着席して30分ほど私からお話をさせていただきます。で、今日はお題としていただいておりますのが、広報であるとかブランディングというテーマについてお話をさせていただくということになっております。ジェシーさんの、広報活動、ブランディング活動、ここに至るまでいろいろ拝見させていただいたんですけど、今日私がお話をさせていただくまでもなく、非常に組織として広報活動、やれる手段は全てやっているというふうに思えるぐらい、かなり広報活動をしっかりされていらっしゃる組織さんだなというふうな印象を持っております。なので、も今更私がお話しすることがないかもしれないんですけれども、ちょっと最近の潮流なんかも交えながらお話をさせていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとスライドを使いながらお話をしてまいります。今ご紹介いただきましたが、宣伝会議、そもそも何の会社だ、漢字4文字の不思議な会社の社名の会社なんで、何やってる会社かよく分かりづらいかもしれないですけれども、私ども宣伝会議というのは1954年に広告マーケティングの専門誌の月刊宣伝会議というのが創刊されまして、そこから派生をしてビジネスをしている出版社なんですけど、ちょっと後ほど紹介させていただきますが、今マーケティング&クリエイティビティをテーマに、出版であるとか教育であるとか、そういったものを幅広く展開をしております。で、社名が変わっておりますのは、もともと創刊編集長がもともと企業宣伝部にいて、その方が創刊をしたんですけれども、製薬メーカーの宣伝部にいたということがあって、架空の水増し薬の宣伝計画を立てる宣伝会議を紙面でやって、それを紙面に載せたことから、社名が宣伝会議になっている、雑誌名が宣伝会議になっているというので、雑誌名と社名が一緒でございます。というので、私が今やっているのは月刊宣伝会議という雑誌をやっておりまして、今年丸63年という形になります。で、宣伝会議以外にもマーケティング&クリエイティビティということをテーマに、いろいろな出版事業を行っております。もしかしたらこの中に何か一冊ぐらいはどこかで目に留めていただいたものがあるかもしれませんが、マーケティングコミュニケーション全般を今網羅するようなメディアであるとか、あとは書籍なんかを刊行しております。あとは教育事業であるとかアワードオーナーっていうこともやっておりまして、例えば2017年に60周年を迎えたんですけれども、コピーライターの養成講座というのをやっておりまして、伊藤さんのお写真使わせていただいてますが、伊藤さんも修了生だったり、林森子さんも修了生だったりということで、5万名ぐらいの方が今まで修了されているような、そういうクリエイティブの教育等をやっていたりとか、あと今日本最大級の広告コピーのコンテストになってるんですけど、応募総数が40万件を超える宣伝会議賞というの言葉のコンテストなんかをやっている会社でございます。で、いろいろあまり聞いたことのない会社かもしれないですが、マーケティングとかクリエイティブということでいろいろな事業をさせていただいております。で、ここから本題でございます。今日は皆様には3つのテーマでお話をさせていただきたいと思っております。1つがちょっと広報とかブランディングにおけるトレンドということ、あと2つ目が理念に基づく広報コミュニケーションというお話と、あと3つ目はちょっと実践的な部分で、日々の広報ブランディング活動に少しでもお役立ていただけたらということで、情報コンテンツ戦略というところでお話をさせていただきます。まず1つ目、ブランディングにおけるトレンドです。で、いろんな、こういう領域って新しい手法が出てきたり、バズワードと言われるようないろんな新しいことって出てくるんですけど、今、
私個人としてというか、まあ、メディアとして注目している考え方っていうのは、ここに挙げているパーパスとかパーパスブランディングっていう、まあ言葉概念に今注目をしております。でなんでここに注目しているかというと、まあ、今あらゆる組織で抱えている課題を解決する一つの手段ではないかなと思ったからです。でもパーパスってそのまま訳したら存在意義とか、まあ、そういった言葉になると思うんですけど、なんで、まあ、パーパスブランディングという言葉を挙げたかというと、もともとパーパスブランディングっていうの手法概念はアメリカなんかではすでに浸透していて、ただ昨年この言葉が非常に注目をされる機会がありました。で Facebook のザッカーバーグさんもハーバード大学でご自身が出身校であるハーバード大学で講演された時のちょっと、写真を持ってきたんですけど、これ去年の話なんですけど、ここでザッカーバーグさんこのパーパスっていう言葉について非常に触れて、まあ、それが今あらゆる組織が抱えている課題に解決につながるんじゃないかなってちょっと思ったのでご紹介をします。でパーパスブランディングっていう概念はもともとあったんですけど、まあ、ザッカーバーグさんがそのご自身のスピーチの中でこのパーパスっていう言葉を非常に何度も使って、またそれでちょっと脚光を浴びているという感じです。で、まあ、ザッカーバーグさんちょっと文字小さくて見づらいかもしれないですけれども、スピーチの中でちょっと特に皆さんに見ていただきたいところを色をつけています。僕らの世代にとっての課題は、誰もが目的感を人生の中で持てる世界を作り出すことで、パーパスが非常に重要だというふうな話をしています。でこの中でザッカーバーグさんが、まあ、ケネディさんがアメリカの前元の大統領のケネディさんが NASA の宇宙センターを訪れた時に、まあ、その時のエピソードで、まあケネディさんがほうきを持っている門番に あなた何してるんですかって聞いたところ、まあ、その門番の人がいや大統領、私は人類を月に送る手伝いをしているんですけど、まあ、ほうきを持った門番がいたって話をザッカーバーグさんがしていて、まあ、これこそまさにパーパスが浸透した組織であるって話を、まあ、されるわけです。で、まあ、私も企業の組織の中で一員としていると、自分がこの組織の一員として仕事をする、活動をすることがどうやって社会に役立っていくのかってなかなか見えづらくなってしまうところがあって、まあ、皆様のような JC のような組織だと、まあ、理念が明確だったりすると思うんですけど、一般企業に翻って考えてみると、この確かにパーパスって大事だよねと。特に若い世代はこのパーパスっていうのを非常に重要にしていて、誰もが目的感を持って人生の中で自分の、まあ、しかできないこととか自分だからこそできることっていうのを、まあ、見つけたいというふうに思ってる、まあ、そういう、まあ、話をされたと。でそういった中でもともとあったパーパスブランディングっていう言葉にちょっと関心が集まっていて、まあ、ここちょっと細かいので割愛しますが、まあ、そういうグローバルの企業で、まあ、パーパスっていうのを改めて設定しましょうとか、あるいは新興で伸びている企業がもともとパーパスを持って非常に躍進をしているとか、まあ、非常にパーパスっていうことが重要になってきているということです。で、まあ、私なりにこの言葉を訳すと、まあ、その組織の存在意義みたいなものかなというふうに思います。でその組織とか団体がどんなふうにして社会の記憶になっているのか、まあ、大きなパーパスがあって、でそれをその組織に属する一人一人が実感するからこそ、たとえそのほうきを持って門の前を入っている門の人も、それは NASA の存在意義を自分自身の仕事に落とし込んで考えているから、まあね、まあ、熱意を持って仕事ができると。やっぱりこういう環境を作るっていうのが、まあ、今非常に重要になってきてるかなって。やっぱりそのブランドっていうことを考えた時に、インターナルのコミュニケーションっていうのもやはり重要で、どれだけ外側をきれいにしてもそこに属する組織員がそのブランドのことを理解してなければ、瞬間にしてやっぱりブランドは壊れてしまうので、何よりもまずは組織員のそのブランドに対する理解があって、それで外に対する発信が出てくるというふうに思いますので、やっぱりこういうパーパスみたいなことで求心力を高めるっていうのは非常に重要なことかなと思います。でアメリカの調査なんですけど、このパーパスに共鳴できるなら給与が下がってもいいと言ってる人がなんと 49% もいるということだったんですけど、まあ、リンクドインっていうSNS みたいなネットワーキングサービスに所属してに登録をしている人を対象にした調査らしいんですけれども、まあ、なんとなく今の若い世代を見てると、まあ、確かにこういうことを重要視する人が特に増えてきてるなっていうのは理解するところで、まあ、これはアメリカの調査ですけれども、日本でも今後近しいことが起きてくるんじゃないかなというふうに思います。なのでそのパーパスっていうのを明確にして、それに基づいた社内外のブランディングをしていきましょうというのが、まあ、平たく言ってしまえば冒頭で紹介をしたパーパスブランディングという概念になります。でまあ、パーパス、自分たちの存在意義が明確になることで得られるベネフィットっていうのは、やっぱり先ほど
前でお話ししたように、49% の人が給与が下がってもパーパスに共鳴できる会社に行きたいっていうぐらいなので、まあ、才能ある人材の獲得であるとか、あるいは優秀な人をまあ引き止める、優秀な人が出てこないとか、やっぱり求心力が高まるので組織の構造が強くなるとか、まあ、それによってブランドっていうものが求心力が高まって確固たるものになっていくということが、効果としてあるかというふうに思います。で、皆様のような組織 JC さんであれば非常に明確な理念パーパスっていうことを皆さん持っていて、その理念に、まあ、共鳴されてるからこそ日々ご活動してらっしゃるかと思います。で、まあ、それって非常に素晴らしいことで、今企業で考えてみるとなかなかこの自分たちがどういうふうに社会に役立ってるのかっていうのがなかなか明確にしづらいという環境が生まれてるかなというふうに思います。で、関係する企業の方がいらっしゃったら申し訳ないんですけど、例えばちょっとこの B2B の企業によっちゃうんですけれども、特にその事業領域が多角化していて一言ではなかなか自分たちの事業が説明できない企業さんって B2B 企業に多いので、ちょっと日本の B2B 企業の大手のブランドスローガンを引っ張ってきたんですけど、比較的テレビ CM などを打って、まあ、そのブランドスローガンが露出している企業をピックアップしたんですけど、皆さんこれってご覧になってどこの会社かってなんとなく分かりますかね。すぐに答えを出したので、それぞれこういう会社の、まあ、ブランドスローガンなんですけれども、やっぱりその社会環境が変化して、まあ、B2B の企業だけじゃなく、やはり事業領域、事業内容があらゆる企業を多角化しているので、そういう中でパンと明確なパーパスとか存在意義とか理念みたいなことがなかなか今、まあ、導き出せづらくなっていると。でもしかしたらテレビ CM なんかでそのスローガンを目にして、あ、ここはこの会社のスローガンだよねって分かる方もいらっしゃったかもしれないですけど、じゃあこのブランドスローガンとこの組み合わせをごちゃごちゃにしてもなんか成立しちゃいそうな気がするなってちょっと意地悪な見方をすればありまして、であらゆる企業がこういったことに悩んでる中で、やっぱり JC さんってもともと明確な理念のもとに皆さんが集まってきているっていうのは日本においても稀有なコミュニティというか組織だというふうに思いますので、まずはそこが非常に出発点としてアドバンテージがあるということを皆さん自信を持たれたらどうかなというふうに思いましたので、お話をいたしました。で、まあ、皆さんもちろんその企業と違う JC さんがお活動というふうに思うんですけれども、やっぱりそういう、まあ、理念に共鳴して集まってきて、なおかつ695の地域で3万5000人にも及ぶ方々がいるっていうのは非常に強固なネットワークというふうに思いますし、そのネットワークってなかなか属してると全体の凄さって分からないかもしれないですが、まあ、旗から見ると素晴らしいネットワークだなというふうに思います。で、ちょっとその冒頭で抽象的な話をしてしまいましたが、さらにちょっともう少し抽象的な話が続きます。で、今パーパスみたいな話をしましたが、まあ、要は存在意義とか、まあ、組織の理念みたいなことをパーパスという言葉で説明させていただきました。で、皆さん広報活動されるときってなかなかその情報発信の仕方がわからないとか、自分たちの姿がなかなか実態を理解してもらえないとか、いろんな課題感を持ちというふうに思います。で、正直言うと今のこの環境の中で統合的に JC の全容を理解してもらうというのはほぼ不可能ではないかなというふうに思います。というのは皆さんのちょっと後ほど説明しますが、日々のご自身のメディア接触行動を見ているときに、あらゆるメディア接触情報収集行動って断片化しているフラグメンテーションを起こしているというのが昨今の環境なので、その断片化したメディア接触情報接触というのが当たり前になる中で JC の全容を理解してもらおうというのはなかなか難しくて、やっぱり接点も断片化して、まあ、JC が 10の中の例えば1しか知らないとか、でもその1しか知らない人にも少しでも多く JC のことを理解してもらうという努力が必要になってくるかなというふうに思います。で、そこで必要なのがあらゆる活動が理念に基づいているということで、ちょっとその理念に基づく方法ということを次お話をさせていただきます。で、なんでこんなことをお話をしているかというと、私月刊宣伝会議の編集長を今しているんですけれども、合わせて昨年の4月から、日本で初めて広報の大学院というのが東京の方にできまして、そこで准教授もさせていただいています。で、ここの大学院が、こういった先ほどお話をしたような
自分たちの存在意義が見えなくなってくる中で、企業の求心力が高まっていて困っている広報の方たちってたくさんいるので、この大学院自体が理念に基づく広報ということを一つスローガンに掲げています。で、企業の広報の実務家の方々が、50人弱今、一期生として入ってきていて、その方たちといろいろな研究に取り組んでいます。で、そういう中ですごい見えてきたのが、組織の理念に基づく日々の活動の蓄積が結果的にブランドを作っていくって、当たり前なんですけれども、広報ってことを考えると、広報書を作ろうとか、ウェブサイトをきれいにしようとか、リリースの書き方を学ぼうとか、広報のツールっていうところへ目が行くと思うんですけれども、ただ、もうあらゆる組織の活動全てが蓄積されて、結局そのブランドになっていくっていうのが、当たり前のことで、すごい例えばなんですけど、私小学生の時に雨の日に歩いてまして、で細い道だったんですけど、雨で学校から帰って、雨降り嫌だなと思いながらいたら、某食品メーカーの社名が入ったトラックに後ろから来て、細い道なのに雨の日なのに全然スピードも落とさずに私の横をシャーって行って、めちゃくちゃ泥水浴びたんですよ。でもそのこと20年以上経った今も根に持って、その会社のイメージがすごい悪いんですよ。でそれって、私が根に持ちやすい性格なのかもしれないですけど、ブランドって実はそういうもので、すっごい素敵なテレビ CM を売っている素敵な会社かなと思うけれども、そこの組織のたった一人の人のちょっと配慮のない行動で私はそのブランドを嫌いになってしまった。皆さんの生活の中でももしかしたらそういうことって結構あるんじゃないかなと。なのでウェブサイトを作るとか広報誌を作るとか、もちろんそういう広報コミュニケーションのツールを揃えるっていうのはすごい大事なんですけれども、実は日々の一人一人の行動の蓄積がブランドを作っていくっていうのは、やっぱりこれが王道じゃないかなというふうに思ったりします。でその日々の活動がバラバラにみんなが動いてるんじゃなくて、理念に基づく行動だからこそそれが蓄積されてった時に組織の理念、組織の存在意義が見えてくるっていうのがやっぱり理想かなというふうに思います。でブランドって例えば企業側とか組織側が自分たちはこんなイメージを持ってもらいたいっていうのを決して押し付けるっていうことはできなくて、ブランドは相手の消費者の心の中に作られるものがブランドなので、自分たちがこう思ってもらいたいというイメージそのものに、心の中に、相手の心の中にそのイメージが醸成されるっていうことはないので、やっぱりそのことを考えた時に、1から10まで、なおかつ1から10まで JC ってこういう考えを持った、こういう存在意義を持った組織ですよっていうことを1から10まで一人の人が知ってくれたらいいですが、おそらくメディア接触って断片化してるので、そのうちの一つぐらいにしか触れられないと思うんですよね。でもその一つの活動でも JC の中の組織の3万5000人いる中のたった一人との接点でも、そこから JC のイメージって作られるので、そういう意味で一人一人がブランドを作るキーパーソンであり、皆さんの日々の一つ一つの活動がブランドを作っているっていうのが、すごい抽象的な話をしちゃうんですけど、やっぱりそれが重要で、そういう意味でも自分たちってなんでここで活動してるのかなとか、自分たちの存在意義って何なのかなっていうことをお題目で唱えるだけじゃなくて、一人一人がそれを自分ごと化して理解していく環境、インターナルコミュニケーションをしていくっていうことが非常に重要になってくるかなというふうに思います。でそういうふうに考えると、別にその自分たちの存在意義を伝えるコミュニケーション手段って広報誌とかウェブサイトとかリリースとか、そういったものだけじゃなくって、あらゆるものがメディアになると思います。でゼロから別に広報誌を作ろうとかメディアを作らなくても、ちょっと考えてみていただくと、実は自分たちの組織の中にメディアになるものがたくさんあるんですか。で今日もブランディング会議 のメンバーの皆さんがお揃いのジャンパーを着ていらっしゃって、そこでFacebook とか Twitter のアカウントの、QR コードを入れてますけど、まさにあれもメディアだというふうに思います。でそのメディアになるものないかなって棚卸しをしてみると、人っていうのが一番強力なメディアだと思うんですけども、それ以外にも結構メディアってあって、例えばその事務所の環境みたいなことも人通りの多いところにあるんであれば、それがメディアになりますし、これオーブン社さんという出版社さんの、オフィスなんですけど、なかなか広告予算と広報の予算がない
いいので、まあ、自分たちのオフィスをメディアにしようみたいなので、まあ、こういうラッピングなんかをしてたりするんですけど、メディアを新しく作るのも大事と思うんですけど、今自分たちの組織にどんなメディアになりそうなものがあるだろうかということを一回考えてみると結構活用できるものがあるんだなと。で、何よりも一人一人の組織員がやっぱり強力なメディアであり、コミュニケーションにおいてどれだけそのテクノロジーが進化してコミュニケーションが簡単にできるようになったといえども、フェイス2フェイス1対1でコミュニケーションして情報を伝えること以上に熱量を持って本当に情報が伝わるということはないと思うので、やっぱり一人一人が、まあ、きちんと話ができる、皆さん自身がメディアなど広報をやる人だけが広報をやればいいわけではなくて、広報っていうのは本当に組織の全員が関わるものではないかなというふうに思いますので、一人一人がまあメディアであるというふうに考えると、まだまだいろいろできることがあるかなと思います。で、メディアもいろいろあるんじゃないかなっていうふうな話をしましたけれども、それ以外にも本当にちょっとこれ企業の場合ですけど、あらゆる活動から理念って伝わるというふうに思います。例えば写真だけ入れちゃったんですけど、例えばサイボーズさんって今いろんな社長が、青の社長がいろんなところで働き方の話とか発信をされてますが、サイボーズさんってもともとグループソフトウェアを作られた会社さんですけれども、いろいろ企業の危機、経済的経営的な危機があって、そこでグループソフトウェアってものを売るんじゃなくて、自分たちはグループソフトウェアを通じて、チームワークを良くすることを社会に対して提供してるんだって今自分たちの存在意義を改めて見直して、それに基づいてあらゆる活動をしてらっしゃいます。なので、社長がこういう働き方について話をするのも、チームワークを良くするっていうことを常に会社のミッションとして掲げているので、人事制度の話とか、そういったことも全てそこに紐づいているので、会社はこんな新しい人事の仕組みを取り入れましたとか、休暇の仕組みを取り入れましたっていう、そういう社内の組織変革まで全て、理念が伝わる、なんていうんですかね、広報活動になっていたりします。なので広報活動といった時に、必ずしもその今ウェブとか、リリースとかそういうものだけではなくて、そもそも活動自体が、コミュニケーションになるというようなことで話をしました。で、こういうふうな環境でちょっと先ほどもお話をしましたけれども、結局その今これちょっと資料で持ってきましたのは何が言いたかというと、人のメディア接触時間の総時間ってそんなに1日24時間なのは変わらないので、どれだけメディアの種類が増えても結局その人がメディアに接触してられる時間というのはほとんどここ数年伸びてないんですけど、ただその中で昔はなかった PC が出てきて、昔はなかったスマートフォンが出てきて、そういった中でメディア接触が会話と変わらないのに、その中がどん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 いろんなものが侵食してきて分断化しているっていう環境があります。で、メディア接触がこういう状況になってると、例えばその JC さんの活動ってことを考えた時に、1から10までやっぱり知ってもらうっていうのも難しくて、やっぱり情報収集も断片化してくるので、統合的に何かを伝えるっていうのが非常に難しくなってきてると。なのでたった1個10のうちたった1個触れても、その時に JC がどこまで伝わるかということを考えると、先ほどのサイボーズさんの話じゃないですけれども、あらゆる活動が理念に基づいているっていうのが、そんなことできるのかって言われたら難しいんですけど、だし、サイボーズさんが比較的規模の小さい会社なのでそれができるのかもしれないので、 JC さんの規模感でそんなの難しいよと思われるところもあるかもしれないですが、理想としてはこういう今断片化フラグメンテーションっていうのが起きてる環境の中では、やっぱり10のうちの1つの行動もその かけらも全部に理念が染み渡っているっていうのが、非常に理想というふうに思います。なので組織の理念に基づく日々の活動の蓄積が結果的にブランドを作っていくと。なので素敵なイメージをテレビ CM で見たところで、先ほど申し上げましたように、私が雨水を泥水をなんか小学校の帰り道に浴びたらもうその会社が嫌いになっちゃうみたいなもので、それはたった10のうちの1つのかけらしかかもしれないですけれども、でもその人にとってそれがすごい印象的な経験体験だったら、それでブランドのイメージがそういうふうに悪いまま根付いてしまうので、あらゆるところにやっぱり気を抜けなく、なおかつ全ての人が広報を担ってるんだっていう意識が必要になってくるということでちょっとお話ししました。
で最後3つ目です。で最後はちょっともうちょっと実務的な話で情報コンテンツ戦略ということについてお話をさせていただきます。で、まあ、改めてなんですけど、あらゆる広報コミュニケーションというのはメディアとそこに乗るクリエイティブコンテンツで構成をされています。なので、まあ、改めてですけど広報コミュニケーション戦略を立てる上では当然ながらメディアを研究することが必要です。でメディアっていうのは従来言われている広報のメディアだけではなくって本当にもしかしたら人もメディアかもしれないですし、スタッフのジャンパーもメディアかもしれないですし、オフィスもジャンパーかもしれないです。オフィスもメディアになるかもしれないですし、メディア今あるメディアの研究も大事ですし、新たにメディアになれるようなものはないかを探すこともメディアの研究になります。で2つ目が自分たちが今回の広報活動で誰を対象にしているのか、ターゲットを考えたらそのターゲットが引きつけられるコンテンツっていうのは何なのか、ターゲットに合わせたコンテンツ制作っていうのの、技法が必要になるので、広報のスキルって言った時にこのメディアの知見とコンテンツ制作の技法というのは両方必要になるかなと。なので大変難しい活動かなというふうに思います。で広報っていうと比較的企業活動においてもそうなんですけど露出量っていうところがかなり、広報の効果として言われてしまうところがあって、ただ実際考えてみると本当に企業商品の露出量をやみくもに増やすだけで本当にブランド価値が高まるでしょうかっていうのが、ちょっとここで皆さんと考えたいなと思ったテーマです。結局は得たい効果と目的ありきでメディア戦略とコンテンツ企画をするのでとにかく情報発信をすればいいというわけではないと思います。で、ちょっと次に行きますと具体的にどういうふうに例えばその目的に合わせて、やっぱり得たいその時々に得たい効果によってどういうふうなそのメディアを選ぶのかコンテンツをやるのか考えるのかってやっぱり研究が必要で、やみくもに露出量が増えればいいのか、例えば社名が露出されればいいのかっていったらそういうわけでもないと思います。ちょっとこれ企業の場合ですけども、例えばワードビジネスサテライトで取り上げてほしいって思われる企業の方多いと思うんですけど、でもワードビジネスサテライトに取り上げられた時にコーポレートブランドが向上するようなコーナーと、そこで取り上げられたプロダクトのブランドがプロダクトブランドが上がるコーナーと、あと例えば社長のすごいブランディングにつながる個人のブランディングになるよねっていうコーナーもあって、日経ビジネスやとか新聞とかもそうで、日経ビジネスに出ればいいのではなくて、その時コンパルトのブランドを上げたいのか、プロダクトのブランドを上げたいのか、それとも人の、ブランド力を上げたいのか、目的によって多分一つのメディアでもコーナーで違って、そういった意味でメディアの研究が必要で、やみくもに露出量を増やすことを考えるよりも、その時々の目的に合わせてどのメディアのどのコーナーのどんなところでどんな露出をすれば得られる得たい効果が得られるのかということを考えるっていうのが一つ重要かなというふうに思います。で最後にそれが大枠の広報コミュニケーション戦略の設計の話なんですけど、最後に興味を持たれる情報コンテンツ戦略ということでちょっとお話をしてまいります。大きくは、使える有益なコンテンツを考える、無関心の人に興味を持ってもらうにはあえて自分たちを主語にしないのがいいケースもあるというのと、自分たちの当たり前を疑うというので3点でお話をします。でちょっとここの話に入る前に単純に私メディア側で企業とか組織とかを取材する側なので、例えばこう対メディアということで考えた時に一般の市民の方ではなくて何に興味を持って取材に来たくなるかっていうのをちょっとこの話の入る前にちょっと簡単にお話しさせていただくと、メディアの側としては取材したいなって思う時って何かっていうと、ニュースが出てくるよりもその背後にいる人、しかもなんかその人のストーリーがある人が明確に分かっていて、こんな魅力的な人がいるんですよっていうことが提示されるとすごい取材に行きたくなって、やっぱり記者ってニュースを取り上げる新聞記者もいれば、私みたいな雑誌だと人を人物っていうところにフォーカスを当てるので、どんな活動をしているかよりもその活動している人を知りたかったりするので、結構人の情報を出していくっていうのは広報活動上有効じゃないかなと思います。あと2つ目は特定の企業組織に依拠する記事ってなかなか書きづらいので、どんな素晴らしい活動をしていてもなかなか一社の活動って取り上げづらかったりします。
そういった時にそのファクトといいますか、客観的な事実を提供してくれる企業とか組織って非常にあのメディアとしてはありがたく、よく取り上げたくなってしまいます。で、具体的にはなんかよく年末にあるアワードとかなんとかランキングとか、あとやっぱり調査データを出すとか、まあ、そういったものっていうのは非常にあのメディアとしては取り上げやすいし、取り上げたくなるというのがあります。あともう一つは時事性ということで、あの自分たちでムーブメントを一から作るってなかなか難しいので、世の中のムーブメントに乗ると、例えば上野動物園であのパンダの赤ちゃんの名前でパンダでブームになってますって言ったら、むしろパンダのブームに乗っかっちゃって何かできないかは考えた方がいいですし、メディアの側としては例えば4月1日入社式ですって言った時に、なんか入社式らしいあのコンテンツ出したいなって思うので、そこでユニークな入社式をしてたらやっぱり取り上げたくなりますし、やっぱりそういう世の中の自流とかムーブメントに乗ってうまく自分たちの活動をあの紹介できないかっていうのが、まあ、一つ考えてみるといいかなというふうに思います。で、これちょっとメディアの観点から私が興味を持つコンテンツということでお話をしました。で、ちょっと最後に元の話に戻ると、まあ、最後に興味を持たれる情報コンテンツ戦略ということで、ちょっとその皆さんが発信をするときにこんなことを意識するとどうでしょうというのをあの3つ最後お話しさせていただきます。で、1つ目が、まあ、使える有益なコンテンツを考えるということで、ちょっと写真で持ってきたのはキッザニアの写真なんですけれども、まあ、そもそも自分たちの伝えたいと思っていることが世の中の人たちが知りたいこと、聞きたいことであるとは当然限らないので、どうしたら自分たちが伝えたいことを相手の知りたいこと、聞きたいことに変えるか、まあ、そこのクリエイティブが非常に広報では重要かなというふうに思います。で、自分たちでは気づいてないと思うんですけれど、案外企業とか組織ってネタの宝庫でメディアが行くと、そんな面白いことしてるのっていうのっていっぱいいるんですけど、案外その自分たちが伝えたいことはこれだって思ってると、案外ちょっとみんなが興味を持つことって、一般の人たちが興味を持つことって別だったりするので、まあ、その自分たちのネタを洗い出すっていうこともそうなんですけど、どうにかして自分たちが発信することが受け手にとって使えるとか有益だとか、そういうことに変えるあのことができないかっていうことを考えたらどうかなと思います。で、まあ、キッザニアみたいなビジネスが成立しているぐらいなので、企業が持っている普通の活動っていうのがエンターテインメントコンテンツになるっていうことだと思います。で、まあ、こういった、まあ、面白おかしく分かりやすくエンタメ化するっていうのも一つ発信のポイントというふうに思いますし、あともう一つは、まあ、みんなにとって有益な役立つ、例えば教育の、カリキュラムに使えるようなコンテンツを発信をしているとか、そういったことってやっぱりそのただ単に発信ではなくて受け手にとって使えるとか有益なものだとやっぱり受け入れられやすくなるかなというふうに思います。よくあの黒猫大和さんがあの全国で安全運転教室なんかやってらっしゃいますけど、あれも、まあ、黒猫大和さんの安全運転の対する考えとか技術とか、まあ、そういったものを、まあ、コンテンツとして皆さんに提供して理念も伝わるみたいなことなので、実は皆さんの日々の活動が使える有益なコンテンツ、社会にとってっていうこともあのいろいろあるんじゃないかなということでお話ししました。2つ目が、どうしても発信するときって私たちが私たちが私たちがって自分を主語にしてしまうんですけど、でも世の中の人はみんながその JC のことを知りたいと思ってるわけではないので、自分たちをあえて主語にしないっていうことも必要かな。ちょっと今日あの詳細は触れられないんですけど、例えば若者のビール離れとか若者の車離れとか、そういう若者の〇〇離れに言われるような業界って、この自分たちを主語にしないコミュニケーションを結構取り組んでいて、いやビールに全然興味がない若者にうちのビールがうちのビールだって言ってもなかなか興味を持てないので、ビールと関係する新しい例えば食生活とかライフスタイルとかそういうものを中心に発信して、ビールも横についてくるとかなので、まあ、場合によってはすっごい無関心層には自分たちを主語にしないコミュニケーションを考えられないだろうかっていうのも、例えばそのビールとか車とかそういった業界の若者向けのコミュニケーションにヒントがあるかもしれないということです。あと JC さんについて言うと、あの本当に魅力的なあの資産資源を持った組織だなというふうに思うんですけど、あの結構属してる皆さんはそれが当たり前に思ってしまってるんじゃないかなというところもあります。で、なかなかその自分たちがそんなの当たり前だよって思ってることに世の中の人が面白いと思うことってあるかもしれないので、よそ者の人の視点を入れるっていうのはすごい大事かなと思います。で、例えばちょっと分かりづらいんですけど、あの左側 の写真は あるあの接着剤のメーカーさんが自分たちですっごいあの
広報の配信するネタがないネタがないっておっしゃってたんで、いやそんなことないだろうということで、あのバラエティ番組を作ってる放送作家の人とその会社の工場を見学してきまして、その会社のすごい面白いネタを一緒に探そうっていう、企画をして、それをレポートしたんですけど、行ってみると本当に面白いことだらけで、コンテンツになりそうなネタがたくさんあるんですけど、いやそんなの普通だよって、その会社の方たちは思うわけなんですね。なので、そういった予想ものの視点を入れてみると、でちょっと右側はヤフーブルーイングさんっていうクラフトビールの会社で、ちょっと今2年目になっちゃったんですけど、新入社員の、そう女の子がいて、ヤフーブルーイングさんってすごい面白い会社で、いろいろ社長も本出されてらっしゃいますけど、いやその会社の面白さをまだ会社に入ったばっかりの新入社員の女の子にヤフーブルーイングの不思議な日常っていうのをレポートしてもらう記事を今うちのメディアで上げてるんですけど、やっぱりすごい面白くって、新入社員とか、まだまだよそ者視点がある人がその会社の中、その組織の中を見ると面白いことって結構出てくるなというふうに思うので、皆さんが当たり前と思っていることを疑ってみるっていうのもすごい大事かなと思います。でちょっと時間伸びてしまいましたが、これが最後です。多分皆さん広報とかマーケティングとかブランディングとか、自分たちはプロフェッショナルじゃないからなとか、プロフェッショナルがいないからうまくいかないなとか思ってらっしゃることってすごい多いんじゃないかなと思います。ただこれまでちょっとマーケティングとかブランディングとか、そういったことに関わってくる中で思っているのは、なんかマーケティングとかブランディングとか広報っていうと、なんかすっごい専門知識を積んだプロフェッショナルな人がやる仕事っていうイメージがあって、それはそれで確かにそうなんですけれども、でもマーケティングとかブランディングって結局は誰かの人の心を動かして行動を喚起するっていうことが最終ゴールだとすれば、誰もが実は生まれながらにマーケターではないかというのが、ちょっと私が最後にお話をしたいことです。皆さんも例えば今日お休みなのにお家を開けてこうやって京都までいらっしゃると思う、なんで土日ぐらいうちにいてよって多分言われてると思うんですけど、いやいや今日 JC の重要な会議があるからしょうがないんだよっていう、例えばそういう奥さんを説得するときってどういうタイミングでどういう話し方をしたら心よく送り出してくれるだろうかって多分戦略的に考えてると思いますし、例えばお母さんだったらうちの子をなかなか宿題しなくってすぐに遊びに行っちゃって困るわねって思ってたら、どうやったらうちの子は宿題をしてから遊びに行くだろうかっていうことを、どうやったらそういうふうに行動するかの戦略を考えて話し方を考えてるでしょうし、それを単に宿題しなさい宿題しなさいって連呼したところで子供は宿題はしないと、じゃあどうしたらうちの子供は宿題をするだろうかって考える、要は誰もが人の心を動かす戦略っていうことを生まれながらにして考えているわけで、それが例えばマーケティングとかブランディングっていうと、その対象者が1対1だったのが1対1000とか1対1万とか1対1億になっちゃうので難しくなるんですけど、やってることの根本はみんなが日常でやってることの延長線上じゃないかなっていうのが、ちょっと最後にお伝えしたかったメッセージです。でちょっと駆け足になってしまって早口で分かりづらいところもあったかもしれませんが、以上で終了いたします。ありがとうございました。谷口様ありがとうございました。ここで舞台転換を行いたいと思いますので、しばらくお待ちください。いただきます。金山議長よろしくお願いいたします。それではただいまご紹介に預かりました公益社団法人日本青年会議所 JC ブランディング会議議長を務めさせていただいております金山慶太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではここから着座にて失礼いたします。まずは谷口さん、いろいろな経験をもとに、今回ご講演いただきまして誠にありがとうございます。それでは第2部といたしまして対談の方に移らせていただきたいというふうに思います。まずじゃあ早速ですけども、初めて接触する前にこの青年会議所というものを田中さん自身聞いたことがあったとか知っていましたか？いや私は知っていて活動も結構分かってて、ただちょっと私一般人じゃなくて、メディアの人間なんで
多分理解しているところがあるので、もしかしたらなんか想定してない答えを言っちゃったかもしれないですけど、結構理解してたかな。そうやっていただけると本当に心強いんですけども、実際のところを言うと、我々名前は聞いたことあるけど、皆さんも言われたことあると思うんですけど、何やってるかわからないだとか、全然僕たちが思っている趣旨とは違うことを言われたりすることたくさんあると思います。今回このような形でブランディングセミナーさせていただく中でですね、少しでもそのような人たちが意識が変わるように、そんな一助になればなというふうに思います。またこの前青年会議でですね、谷口さんの方とお話しさせていただく中で、我々の、長所というかですね、武器という部分で、この3万5000人という青年経済人がいまして、それが695もの地域で町づくりをしている、このコミュニティというのは本当に大きな武器になる。しかしそれがあまり使えていないんではないか、そのようなことをお話ししていただきました。それも含めましてですね、 JC の長所や短所というものをお話ししていただきたいなというふうに思います。はい、やっぱりその皆さんその一つのビジョンに基づいて集まってきている理念に共鳴した人たちが集まって、その3万5千人って素晴らしいネットワークだなというふうに思うので、それは日本に他にない組織だと思うので、そこは大きな長所かなというふうに思います。ただその短所っていうのは、逆にあまりにもネットワークが広すぎちゃったりとか、活動が長く、もう日本の中ですごい浸透してしまって、逆に目立たないぐらいに浸透しちゃっているので、自分たちの凄さに気づけないぐらい逆に組織が盤石になってしまったのかなっていうところはありますよ。なので案外自分たちのいいところに皆さんが気づいてないところがあるんじゃないかなと思いました。そうですね、我々入った時からある程度何万人という人が全国にいることは知っていますけども、実際この青年会議所という性質上もありますが、今回は日本青年会議所ということで、全国各地より一堂に集まっての活動になりますが、普段ですと今ここにいらっしゃる皆様においても、各地域での活動ということで、エリアやブロック、進行深くやられているところもたくさんあると思うんですけども、正直横のつながりというものをすごく使いながら、広報戦略を考えたりだとかっていうのはなかなかできていないのが現状かなというふうに思います。で、我々ですね、その大きな先ほどのコンテンツ全く使ってないわけではなくてですね、JCCS っていうのを皆さんご存知でしょうか。意識調査をするものになります。実際ですね、この JCCS 今まだ 4% の返信率しかございません。この返信率がすごくたくさん上がることによって、大きな武器になるというふうに思います。その JCCS のアンケートというものを今回取らさせていただきました。スクリーンの方を見ていただきたいと思うんですが、まず一つ目の質問といたしまして、あなたのロムの候補においてですね、解決すべき課題がまずあるかないか、そしてあった場合にはその課題というものにどのようなものを挙げているかということをアンケートさせていただきました。グラフの方を見ていただくと一目瞭然のように、ブルーのイエスですね、課題はある、もちろんあるというふうに答えた方がほとんどになります。またこちらの方10項目挙げさせていただきましたが、こちらに関しましては、もっとたくさんあるんですけども、多くなったものというものでピックアップさせていただいております。ここでですね、谷口さんの方に、こちらの1から10のものっていうのをいろいろ交えながら課題解決になるヒントなんかを教えていただけたらなというふうに思います。これで企業でもよくありますけど、7番、広報がうまくいってるから検証がわからないみたいなことも、やっぱり広報ってなんか露出量で効果を測定しちゃうみたいなところがあって、でも本当は広報別に露出すればいいわけではない目的があるはずなので、やっぱり検証方法がわからないっていうのは、広報によって何をしたいのかっていう、目的がもしかしたら明確になってないってことがあるかもしれないですね。10番の拡散方法っていうところ、ちょっとJC さんすごい広報活動素晴らしいなって思ったんですけど、一点ここ工夫したらいいのにと思うところがあって、そのちょっと拡散方法とも関係するんですけど、いろんなご活動をしたりとかいろんなイベントやってらっしゃるんですけど、あとちょっとネーミングを工夫するだけでここの拡散するっていうところにつながるんじゃないかなと思ってまして、例えばその今マクドナルドさんってちょっと業績回復してますけど、あそこのソーシャルメディアの戦略ってやっぱり拡散させるってことをすごい考えたネーミングになっていて、ツイッターでつぶやくときとかってカタカナの長い名前のハンバーガーとかだとみんなが
ツイートしてくれないので、ダブチとかキッショーバーガーとかわざと日本語にしたりとか、ちょっとそういうネーミングの工夫をすると拡散しやすくなるっていうのもあったりするので、ちょっと例えば拡散方法ってことを考えるとき、ちょっとコピーワークっていうのを考えてみるといいかなってちょっと思ったりしました。そうですね、僕たちもいろいろネーミング考えるんですけども、キャッチーな、ね、コピーっていうのを出したいなと思いながらも、なかなかこう目的っていうのにすごく縛られる部分もあって、やはり広報の部分での目的というのも裏ミッションで考えながらしていくことも大切かなというふうに思います。またこの中で他にも質問の答えの方ありますけども、どうですかね。そうですね、ちょっと先ほど申し上げたんですけども、世の中本当にマーケティングのプロとか広報のスペシャリストって多分すっごい人数いないと思うんですよ。なので、皆さんがやっぱりプロになる、スペシャリストになるっていうことが重要かなというふうに思います。で、うち広報とかブランディングのスキルを上げるための教育とか出版をしているうちの会社が言うのも何なんですけど、はっきり言ってスキル以前に情熱の方が大事かなって思うところがありまして、私もメディアの人間として毎日いろんな情報発信をしてるんですけど、その情報発信し続けるって皆さんもそうだと思うんですけど、見向きもされないこともあればつまんないよって言われることもあって、結構逃げること多いのに、それでも発信するのってもうすごい情熱を持ってどうしても伝えたいことがあるとか知ってほしいんだっていう、情熱があってやってたりするなって自分自身でも思ったりします。やっぱり仕事だから発信しますっていう人と、例えば有名なブロガーの人とかインスタグラマーとか、もうとにかく無償でも発信したくて仕方がない人が発信する情報と、仕事でやってる人の発信がこの世の中は全部混在しているので、絶対熱量の少ない方は見向きもされなくなっちゃうなというふうに思うので、継続して発信するためには情熱も必要ですし、情熱がないと絶対同じような情報が出たところで情熱のある人に負けてしまうんじゃないかな。なので、情熱を持つっていうのが大事と思うんですけど、皆さん JC のご活動にもちろん情熱を持ってやってらっしゃると思うんですけど、やっぱり継続してやっていくためには何かしら、例えば今の JC でやってらっしゃる広報活動と自分自身の専門領域、例えば医療に対する専門知識があるとか、医療に対する問題意識があるとか、何か社会課題の中でも興味関心がある領域とか、自分自身の興味関心、専門領域と今の JC さんでやってらっしゃる広報活動を掛け合わせた発信だと、それ長続きするし行列を持てると思うので、なんかちょっと私よく健全な公私混同って言うんですけど、やっぱり何かしら市の部分が入ってないと発信するってなかなか継続できないので、ちょっと情熱っていうと精神論みたいな話なんですけど、実は情熱を保つための工夫もあるかなってちょっと思ったので、ありがとうございます。またですね、この8番のところで統一した発信が毎年できないっていう、答えがあるんですが、これも宣伝会議さんの方と、年間の広報という形で我々日本宣伝会議所がやっていく上で、やはりですね、単年度制で毎年やっていくと何か新しいものをやらなきゃならない。 Facebook が流行ってれば Facebook、 インスタが流行ればインスタ、とにかくなんか自分たちがこの広報をやったんだという証が欲しいのか、やっぱりそういうものっていうのはどんどん増えていってしまう。またホームページっていうのも、今回ホームページがありながらも各委員会、また各地域でのホームページがあって、実際JC なのか、商工会青年部なのかわからないようなのも人たちもたくさんいるっていうふうに聞きます。やはりそういった部分で一つに統一をして、発信のとこっていうののインフラ整備っていうのをした方がいいという形で宣伝会議さんの方にもアドバイスいただき、今年度はそのような形をとっていくんですけども、実際そのやっぱり統一した発信の方が人に伝わるっていうのはすごく伝わりやすいものなんでしょうかね。そうですね、やっぱりいろんな発信があるにしろ顔が一緒じゃないと、で皆さん混乱させてしまうと思いますし、情報の受け手からした時にどれだけ分かりやすく伝わるかっていうことを考えたら、統一されている顔があるっていうのはとても重要なことだなというふうに思いますので、単に同じブランドメッセージを誰もが伝えればいいっていうわけではなくて、個々の活動はありつつ根本のところはやっぱり統合されているっていうのが重要かなというふうに思います。ありがとうございます。こちらの質問とはまた別にですね、もう一つ質問の方させていただきまして、スライドの方変えていただきたいと思いますが、広報活動がまず成功をしているかしていないか、そして成功しているとしたらですね、その理由はどのようなものがあるかという質問の方をさせていただいております。今回こちらのアンケート結果、今度逆にですね、赤の銅がほとんどになってますけど、ほとんどの方が成功していないんではないかというようなことを思っています。またそちらの理由につきましても、
設問1と同じように1から10の形でピックアップの方をさせていただいておりますので、まあ、こちらの点につきましても谷口さんの方からお話の方をしていただきたいというふうに思います。ですね、なんか成功しているっていう方の理由を見てみると、例えば2番メディアに対するアプローチが成功しているとか、5番メンバー全員が広報を意識して行っている、素晴らしいですよね。6番 SNS を有効に使えている、7番地元の新聞社テレビへの広報ができたため、8番有名人と協力した広報ができた、9番会員が増えたことで広報に広がったっていう、まあ、ことが、あと10番 OB にも手伝ってもらい広報しているっていうこともそうですけれども、ここに共通しているのってやっぱり人とのつながりがうまく作れている方たちが成功したっておっしゃってるのかななんていうふうに思いました。でやっぱりその広報ってそのどれだけコミュニケーションツールが進化して、SNS が進化して、世界中に情報を発信できるようになったとはいえども、やっぱり人と人とのつながりで伝わるコミュニケーションって一番重要かなというふうに思いますので、各地域で、まあ、メディアの方とか OB の方とか、まあ、有名人の方とか、しっかりとネットワークコミュニケーションコミュニティができてるっていうところが、まあ、成功していらっしゃるのかなというふうに思うので、多分これって広報のテクニカルの話ではなくって、かなりお一人お一人が日々地道に人間関係を作る、信頼関係を作る努力をされているからこそこれが実現しているんじゃないかなと思いますし、こういったお声が出るっていうのは非常に素晴らしいなというふうに思いました。そうですね、例えば Facebook で、まあ、あまり知らない人、一度二度会ったコミュニケーションの取れてない方と友達になったとして、まあ、このようなことやるもんで来てねと言ったところで、まあ、実際じゃあ来てくれるかというと、やっぱ現実的にはなかなか来てくれない方が多いですが、まあ、もしもその人が友達で仲良くて何やるかには全然興味なくても、まあこの人が言うんだったら、まあ、行ってやるかと思って行かれることは逆に多くあると思いますので、ただまあ我々どうしても広報っていうのにこだわってというかですね、広報っていうのを思っていろいろ活動をしていると、何かコンテンツをやらなければならない、何かたくさん拡散しなければならないという、まあ、やってる結果よりもやってる事実というのを大事にしてしまう傾向がどうしてもありますので、今谷口さんの言われたように実質そこの部分があるからこそ、そのメディアや SNS っていうのが生きてくるっていうのをやはりみんなが認識しながら広報していくことが大切なんだなというふうに、思いました。我々、2018年度ではこの1年間ですね、宣伝会議の皆様と連携の方をさせていただきながら、対外の広報というのを行っていこうというふうに考えています。先ほどの話でもありましたように、60年という長きにわたりこの広報について突き詰めてきた宣伝会議さんと一緒にさせていただくことで、我々のブランディングということを上げていきたいというふうに考えています。そこでですね、谷口さんの方に、まあ、どのような形でブランディングっていうのを向上させたいというふうに考えているか、少しその点についてお話の方をしていただきたいというふうに思います。私ども大変貴重な今回機会をいただいて、まあ、そもそもその JC さんのご活動とか考え方とか理念に私ども大変共感させていただいているので、まあ、その素晴らしさをお伝えする少しでもお役に立てればというふうに思っております。私たちじゃあ何ができるかなって、まあ、いろいろな広報ブランディングの、まあ、ケーススタディというのを毎月雑誌を作っているので知ってますよというところでお手伝いできるかなと思うのと、あとやっぱりよそ者の視点でJCさんを見ることで本当に魅力的なコンテンツってまだまだあるというふうに思いますので、まあ、そういったものを何かしら発掘させていただくようなお手伝いができればというふうに思っておりますのと、あとまあちょっと私どもコピーとか編集ライティングとか、まあ、そういうまあ領域の教育講座なんかもやっておりますので、皆さんが伝えたいことを世の中の知りたいに転換する、先ほどのネーミングの話もそうですけど、まあ、そういった例えばクリエイターのネットワークであるとか、まあ、コピーライターのネットワークであるとか、まあ、私たち社員だけじゃなくって、まあ、そういうネットワークもいろいろあるので、皆さんが伝えたいことを世の中の知りたいことに転換するいろんなお手伝いができたらなというふうに。ありがとうございます。我々も本当にですね、まあ、広報をやっていく中で、広報って別に青年会議所だけのことではございませんので、自分たちの社業でも使えると思いますし、もちろんそれぞれの各地域での活動にも使えると思いますので、ぜひとも今後とも一緒に連携をしながら活動をしていきたいというふうに思います。その中でですね、今回は連携として目に見える形でやるのが決まっているものとして、 JCTV
というものを目を打ちましてですね、合計5回30分の番組というものを作らせていただきます。それを各 YouTube だとか Facebook ホームページ等で拡散の方をさせていただき、みんなの目に届くところに移したいなというふうに思っておりますので、ぜひとも皆様にもですね、それを多くの方々に拡散していただきたいというふうに思います。ただ青年会議所が何かそういうのを作るときってやっぱり堅苦しいものがすごく多いので、実際じゃあそれ友達に見てって言ってもこのスーツのね、ママのおっさんが出てきて見ても見てくれないんですよね。30分って言っても多分 2,3 分見てもまあいいやってなっちゃう方が多いと思うんです。ですからやっぱりここでのコンセプトとしては、各グループ、我々総務グループ以外の4グループと、全国大会、と、宮崎 GC の、方々の計5回になるんですが、その方々にすごく、フランクな形で、実際こう格好とかも、私服か何か でその時に有名人だとか著名人を読みながら、本当にこう分かりやすく、こう同じ目線で見れるような映像っていうのを作りたいなというふうに思ってます。しかしですね、これ作ってもみんなが見てくれなければ全然意味ないものになりますので、ぜひともその点のご協力はよろしくお願いいたします。最後にですね、本日まとめということで、たくさんの講演だとか対談の中でお話の方を聞きさせていただきましたが、最後にまだ話足りない点、伝えたい点ございましたら、お願いいたします。先ほど冒頭でお話ししましたが、全国695の地域に3万5000人もの方々が所属している組織団体って、かなり国内においても稀有な存在かなというふうに思います。で、そのネットワークを改めて皆さんで何か武器にご活用できるような広報コンテンツ戦略って、まだまだ基本組織が小さくてスケールしないっていう人たちの方が あらゆる広報活動多いので、この規模感がすでにあるっていうのは大きなアドバンテージと思いますので、ぜひ皆様の素晴らしいご活動が世の中に少しでも広まっていったらなというふうに私自身も思いました。今日はですね、本当にいろいろなお話をいただきまして、本当にですね、ありがとうございました。ありがとうございました。我々もいろいろなところでですね、本日のことというのを生かしながらやっていきたいなというふうに思いますので、本当にありがとうございます。どうも皆さん、青年会議所に頼めばきっと何でも大丈夫だと、そういうことを思っていただけるようなみんなの意識っていうのを上げたいなというふうに考えています。おお、立派ですね。今おいくつぐらいですか？38になります。38、はい、青年会議所って何歳ぐらいから入る？20歳から40までの20年間になります。20歳から40まで、知らなかったな。そうですか。はい、ありがとうございます。GCTV という番組を今回放送するので、ちょっと皆さんに、先ほどですね、お話しさせていただきました JCTV、これ、5回にわたってやるんですけども、そこの部分の初めのオープニングのところっていうのを皆さんにもご協力していただきまして、それを採用しようと思ってますので、ぜひともですね、元気にやっていただきたいと思いますので、JCTV という形で田村さんの方がおっしゃいましたら、
始まるよという形ででかい声で言っていただきたいと思いますので、これ大きくなるまで時間が経っても終わりませんので、ぜひともご協力の方お願いいたします。はい、タモさんのところに食いつかないようにお願いします。まあ、衛星でございますが、ね、ぜひそれ始まるよっていうのね、そんな、じゃあ始まるよっていうやつを大きな声でお願いしたいと思います。いきましょう。JCTV 始まるよ。いいね、最初から声出てるね。ありがとうございます。じゃあ今度はですね、ちょっと違う角度から撮りますので、何パターンかいただきたいと思います。JCTV 始まるよ。おお、だんだんとなってきたね。いいですよ、ありがとうございます。もう一回ぐらいいきますか。すいません、あともう一回だけいきます。 JCTV 始まるよ。ありがとうございます。それじゃあね、じゃあ最後にお決まりのセリフを言いますので、ぜひ大きないいともお願いします。みんな JCTV 見てくれるかな。いいよ。一旦コマーシャルです。テテ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 、はい、コマさんどうもありがとうございました。コマさんありがとうございました。わかっております、大丈夫です。おいタモリーなんですってね。はい。はい、あ、なるほど。はい、この後ですね、コージ富田さんがブラブラしますので、あ、タモリさんですね。すみません、タモリさんがですねブラブラしておりますので、皆さんお気軽にお声掛けをお願いしたいということを承りましたのでご周知させていただきます。はい、では気を取り直して、ここで谷口様がご登壇いたしますので、皆様盛大な拍手をお願いいたします。ここで本日のセミナーのまとめをJC ブランディング会議金山議長より一言お願いしたいと思います。本日は大変お忙しい中ですね、本当に立ち見が出るほど多くの皆様にご参加いただきまして誠にありがとうございます。このブラタロモリの後でですね、ちょっと真面目なこと言うの恥ずかしいですけども、まとめということでですね、皆さんにお話をさせていただきたいというふうに思います。皆様は全国各地におきまして、大変素晴らしい運動を自分たちの多くの時間を使って、そして自分たちのお金を使って展開していると思います。自分の地域が、街がもっと良くなるために何ができるのか、そのようなことを本当に考えながら切磋琢磨し活動をしていることであるというふうに思います。しかしながら、それが誰にももしも見てもらえないものであれば、それが誰にも気づいてもらわないものであれば、それはやはり意味がないものになってしまいます。この JC ブランディングセミナーを経てですね、いろいろな部分勉強になったことたくさんあると思います。広報は本当にいろいろなところで、コンテンツ、情報の発信の仕方、いろいろなものがあると思いますけども、今日谷口さんが言われたように根底にある部分っていうのは、それぞれみんながこの広報についてもっと理解をし、またこれを委員長や副理事長という役員だけが考えるのではなく、メンバー一人一人全員が、目的はもちろん大切です、しかしその目的を達成する裏ミッションとして、どう我々の運動を伝えていくのか、そのようなことを本当に考えながら一人一人が広報に向き合って行っていくことが大切であるというふうに思います。本日を皮切りに宣伝会議の皆様と我々も連携し、日本から JC のブランディングを向上させたいというふうに考えています。そしてこの日本のブランディングが向上することによって、きっと皆様の一つ一つの事業がより効果的に分かりやすく市民の皆様に伝わっていくことであるというふうに信じています。しかしながら、これは我々 JC ブランディング会議だけがやっても決してうまくいくものではありません。ここにいる皆様、そして3万5000人のみんなが手を取り合って、手を携え皆さんで行っていくからこそ、その積み上がりから JC のブランディングが確立するものであるというふうに思っています。
ぜひとも皆様には本日勉強していただいたこと、それをロムに落としていただき、地域から日本に向けていろいろな発信をしていただく中で、連携を取りながら共にジェシーのブランディングを高めていきましょう。本日本当に大変お忙しい中、多くの皆様にご参加いただきまして誠にありがとうございました。今からの時間は実際に Facebook や YouTube を用いた情報の拡散を行っていただきます。スクリーンまたはアンケートに記載されている QR コードを読み取っていただき、日本青年会議所公式ページにアクセスをしていただきます。 Facebook はいいねを、まだしていない方は前方の画面を参考に登録を行ってください。その後登録されている記事を皆様のアカウントでシェアしていただければと思います。また YouTube ですが、前方の画面を参考にチャンネル登録を行っていただければ幸いです。それでは今から3分間、受付にてお配りいたしましたアンケートへのご協力をお願いいたします。
吉川さん。財務会計システムといえば。財務会計。MJS。財務会計システムといえば。MJS。魅力情報サービス。数学は人と共にある。人がいる限り数学は無限に続く。2018年の京都会議、世界は数学でできている。閉会の辞。公益社団法人日本青年会議所総務グループ JC ブランディング会議副議長井熊元幸君。はい。以上をもちまして、公益社団法人日本青年会議所2018年度京都会議 JC ブランディングセミナー未来の価値ある組織運営に向けてを閉会いたします。皆様、本日はありがとうございました。ご記入いただきましたアンケートはお帰りの際に回収ボックスに入れていただくか、 JC ブランディング会議のメンバーにお渡しください。長時間にわたりお付き合いいただき誠にありがとうございました。